代わって産業振興課から調布市観光親善大使ミス調布コンテスト2019出場者募集などのお知らせです。ミス調布実行委員会実行委員長の星さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎年ミス調布コンテストは調布市商工祭りの中で行われていましたが、まずは今回の商工祭りについて教えてください。はい。第64回調布市商工祭りは例年よりも1ヶ月早い9月14日土曜日、15日日曜日の2日間の開催となります。また今年は整備され広くなった調布駅前広場で商工祭りが開催されます。2日目には恒例のミス調布コンテスト2019決選大会を開催します。楽しみですね。今年もミス調布コンテスト2019を開催されるということなんですが、まず応募資格と応募方法について教えてください。はい。応募資格は調布市内に在住在学または在勤の方で、健康で明朗な18歳以上の未婚の女性となります。応募方法は調布市商工会ホームページから申し込み書類をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、調布市商工会へ郵送か持参していただくか、調布市商工会ホームページ、またはミス調布の各種 SNS サイトから応募フォームにアクセスすることができますので、そちらからお申し込みいただくことが可能です。そして選考のスケジュール、さらにミス調布に選ばれた後の具体的な活動など教えてください。はい。選考のスケジュールですが、予選会が7月28日日曜日午前10時から調布市商工会館3階で、こちらは非公開の審査となります。決選大会は9月15日日曜日午後1時30分から調布駅前広場特設ステージで開催します。なお予選会の参加者全員に参加賞をプレゼントいたします。またミス調布グランプリ1名と準グランプリ2名の3名に選出された方には、調布市の公式行事や商工会主催のイベントでの対応、各種メディアへの出演を通して調布市観光親善大使として調布市の広報活動を行っていただく予定です。では市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい。ミス調布コンテスト2019を盛大に開催するとともに、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピックへの盛り上がりの機運を高めていけるよう、ミス調布の活動を運営していきたいと考えています。またファイナルとタイトルにある通り、今回のミス調布コンテストの開催をもってミス調布コンテストを終了いたします。私たち青年部としても、ご応募いただいた方やこれまで応援していただいた関係者の皆様の記憶にずっと残るような活動をしていきたいと思っています。一人でも多くの皆様からのご応募を心よりお待ちしています。さて続いてはミス調布2018の松澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速なんですが、ミス調布の皆さんはどういった活動をされているんでしょうか。はい。ミス調布2018は調布市観光親善大使として、市内の公式行事やテレビやラジオなどのメディア、そして調布市商工会商店会のイベントに参加して観光 PR をさせていただいています。いろんな活動されていると思うんですが、中でも特に印象に残っていることはどんなことがありますか。はい。特に印象に残っているのは、振袖を着て参加させていただいた新春の集いや、神大寺の境内での豆まき、そして警察や消防の制服をお借りして市民の皆様へ安全を呼びかけた活動です。またミス調布2018は歌やピアノを得意とする3人が集まっているので、調布を PR する歌を作詞作曲し CD を作りました。8月に開催される調布市観光フェスティバルでも披露させていただく予定です。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい。ミス調布の活動は1年間と人生の中でほんの一瞬ではありますが、たくさんのイベントを経験でき、私にとってかけがえのない時間となりました。次はあなたの番です。ぜひミス調布2019として調布を盛り上げてみませんか。
ミス調布2018松澤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。